最近娘がチアダンスを習い事で始めまして、生まれて初めての習い事がチアダンスってことでですね、家で踊ってくれるんですけども、パパもちょっとなんか踊ってよって言われまして、で僕はこう今週末ぐらいから忍たま乱太郎の舞台が始まるんです。それの多少ちょっと踊りがあるんですけど、それを全力でやらされまして、それで挙句の果てにもっとしっかりやれっつって思い切りこの間ビンタされましたね。いやー、いってらっしゃい、いってらっしゃい。貝沼さん、こんにちは。本当は暖かくなってきましたね。なんかもうすぐもう夏っていう感じになりますけどね。あ、どうもこんにちは。こんにちは、小山さん。あ、おはようございます。なんでわかったんですか。いやいや、スタンスなんですか。今ちゃんまい風に入ってったんですよ。あ、なるほど。すっかり騙されていたでしょ。いや、全く騙されてないけど。騙されていない。なるほど、今ちゃんまいの真似をしてたんですね。そうです。ここはね、蕨市の南町なんです。南町、はい、で、これ見てください、これ塚越立教。あ、これが塚越立教。あっち行くと塚越ですね。はいはいはい。で、蕨市民公園とか、がある方、あっちにあります、ね、こっちには何がありますか。こっちには何があるんですか。こっちは蕨があります。いやで、ね、どっちも蕨じゃない。そう、お前いきなり台本にないことを聞いてくるんじゃないね。こっからほっついて行きたいと思います。はい、じゃあ、あっちですね。はい、あちらに行きましょう。はい、行ってみましょう。はい、覚えてます？なんすか？ここ大新田交通公園。ああ、知ってますよ。だって自転車乗りましたもん、僕。ここはでもいいと思うよ、本当に。交通の勉強するには。あ、これね。すごい、なんだこれ。ここまでは来なかったな。あ、そうだ。ここも自転車で行けるってことかな？え、じゃあ小山さん、行ってみたらいいんですか？ちょっと小走りで。自転車に乗った手で。あ、いや、だってそれ視聴者の方にやっぱ。あ、そっか。こうやってやるんですよ。自転車、ちょっと今自転車ないんで、はい、自転車に乗った手でやっぱ分かりました。やっといたらいいんじゃないですか。じゃあ、一切放送はしませんけど。放送してないの。あ、今蹴った。あ、蹴った、今蹴った。ロックを解除した。おう、月曜。ここ大変だ。あ、結構急なカーブですよ。もうただの不審者じゃんか。ちょっと気をつけ、気をつけないと。ちょっとほら、ハンドル取られちゃうから、ここ。なんか言ってる、ね、なんか言ってる。ちょっとデコボコしてるんで。あれ、消えた。あ、あれ。すげえ冷め切ってるじゃん。どうだった。普通に行けたよ。普通に行けた。チャリじゃないからね。チャリじゃなかったね。ひょうきんなおじさんだったね。うん、あと、これ T シャツがチェアって書いてるせいで、椅子に座って、なんだろう、なんか。違う、何に乗ったの。これで椅子に座って歩いていくわけじゃないよ。いや、椅子を持ってこう歩いてる。ごめんね、なんか紛らわしい T シャツ。ややこしかった、はい。ごめんね。今日どこに行くかって言いますとですね、僕らとしてもなんか見過ごせないというか、なんですか、一番近しいのかな。近しい、近しい、近しい人たち、はい、近しい人たちですね。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ここなんです。いや、おい。ここなんです。あ、そうですか、今日の目的地ここです。あ、今本当に偶然ね。あ、本当ですね。ここの方が、はい、おだますって言ってきて、ね、あ、はい、だいぶ浸透してきたのかなと思って、ほっつきわらびがじゃなく取材先だったとですね。ここなんです。そうなんです。ここはなるほど、ね、旧加藤家住宅という場所ですね。旧加藤家住宅、うん、はい、え、旧、今は何でしょう、ここは今は。問題です。あ、クイズ、はい、これ、ここは携帯クイズ、何でしょう。旧加藤家、旧加藤家、旧加藤家が今、はい、今は、今さっき若い女性がいらっしゃるんですよ。ってことは若干やましい。違います。違います、ええ、いや、愛想よくね、いや、こんにちはって言ってきたから。もしかしてそういうことじゃないです。あ、そういう、そういうところじゃないです。お店ではない、ね、なんかお邪魔しちゃっていいのかなっていう、ね、お、確かに。お、ちょっと家だぜ。ピンポンあるんじゃん。これピンポン、うん、あれ生きてないんじゃん。
こんにちは。こんにちは。お願いします。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。よろしいですか。こんにちは。あ、ありがとうございます。どうも。お邪魔します。どうも。失礼します。わ、すげえ。わ、あれ。家ですね。いらっしゃいませ。はい、家ですね。これ。どうぞ、お上がりになってください。いいです。失礼します。はい。すいません。すっごい。よいしょ。失礼します。お邪魔します。はい、あ、じゃあ、よいしょ、家だ。はい、あ、どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。黒田さん。はい、そうです。この家に住んでる黒田と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、この家に住んでいる。はい、そうなんです。お住まいなんですね。そうですね。なるほど。じゃあ、行っていいですか。はい、どうぞ。あ、失礼します。お、ちょっと待ってください。なんか大勢どちらに行かれるんですか。大勢いらっしゃる。こちらの方たちははい、ですね、僕が仲間と一緒に演劇の活動をこの家でしてまして、はいはい、この家で演劇やってるんですか。はい、そうなんです。で、その月光パレードっていう集団なんですけど、あ、はい、ちなみにですね、この家は旧加藤家住宅っていう名前をつけていて、そこで一緒に演劇をやってる仲間がこの4人ですね。なるほど。この5人で演劇活動やってます。5名でやっていらっしゃる、はい、のここが拠点だし、劇場、事務所兼劇場兼みたいな。ここでもお芝居をやるってことですか。そうですね、はい、あ、全て兼ね備えてるってことですね。まあ、兼ね備わってはいない。兼ね備わってはいない。この家なので、うん、まあ、もちろんお芝居をやる場所ではないんですけど、でもそこでやっちゃうっていう、はい、で、お住まいも兼ねて。そうですね、はい。実はここが僕の親戚の家だったんですね。はい、あ、で、はい、そこを住んでた人が亡くなってしまって空き家だったんですよ。はいはいはい、で、ちょっと僕が仲間と活動を始めるにあたって、はい、なんかちょっと東京に劇団っていっぱいいるし、はい、なんか僕たちがこうポットで始めてもみんな見に来てくれないんじゃないかとか、うん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 、あとこう稽古場代を借りるお金のこととかいろいろ考えて、うんうんうん、ちょっとまあ蕨いい町だしちょっと来て見てくれないって言ったら、みんな初め嫌がったん。嫌だったんですね。いや、まあそうですね、川原さんは嫌がってない。嫌がってないけど、わーってことは、それが嫌がってない。で、こう劇場でやりたいみたいな、本当はみたいな感じの話があったんですけど、はいはい、でも移ってきて、で去年ここで5本お芝居をやったんですけど、年間ですか。はい、すごい。すごい。したら結構まあこのやっぱり家だってことで、はい、注目してあえてこう東京から見に来てくれる人とかいて、でなんかみんなもまあまあこれならいいかなみたいな感じに最近はなってきたと思うんですけど。ってことは まだ心に何かわだかまりみたいなモヤモヤがある。まあでも劇場でもやりたいですけどね。あ、まあまあまあ、でも両方やっていくっていうスタンスで今はやってます。そうなの、はい、なるほど。ちょっと恥ずかしながら僕らも演劇をやってる側なので、はい、家ではやったことない。ないね。あ、そうですか。聞いたこともないです ね、 そうですね。あ、本当ですか。ぜひ使ってください。出演もしてるんですか。あ、してます、してます。そうなんですか。はい、今までも演劇は2回ぐらい貸し出しで、貸し出しで、で今年他にも2つ決まっていて、あとは美術展とか、あ、はいはいはい、あと映画撮影とか。なるほど。そういう方も来ていただいて。撮影はいいですよね、多分。そうですね、確かに。これちなみにどういう風にやるんですか。はい、やるとき、ね、お客様どっち、どこに入れるの。それはですね、はい、こう家で決まったやり方がないので、あの毎回違うんですよ。はい、まあ、じゃあ一番最近の、一番最近の、一番最近のやつは、こっちがお客さんがいる客席で、こっちの台所があの舞台みたいな。あ、なるほど。台所の物語を。そうですね、あのシェイクスピアのハムレットをやりました。はははは。台所で。はい。おー、すごい。え、あ、これ明かりって稽古と、明かりは稽古とプラス、照明を持っているので、それを使って仕込んで、はい、うんうんうん、あと逆にこっちが客席でこっちが舞台だったこともあって、こっち側が舞台だった。そうそうそう。この反対側の今ここが舞台使ったりとか。これ死んでるじゃないですか。あ、死んでます。人が死ぬ話をしました。あ、でもこれは本当は死んでる。これは本当は
こう切られたけど死んだふりをしてこの後復活するっていうシーンです。あとは去年の暮れにあったこのブレヒトのリンドバークたちの飛行っていうお芝居では、あのこの家の中を一部屋一部屋巡っていく、お客さんも一緒に巡っていくっていう形のシーンによって部屋が変わるみたいなことですか。そうですね、こう大西洋横断するっていうお芝居なので、はいはい、この部屋で出発して、で次この部屋でこう霧が待ち構えていて、こう苦しいみたいな感じになって、で部屋を巡っていって、最後は実は家の外に出ていく。そ外ですか。外です。玄関の外。お客さんと一緒に。はい、お客さんと一緒に。でエンディングを迎えるっていう。で今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。あと皆さんはどうやって集まってきたんですか。うんうん、高円寺にある公共劇場で開設してる演劇研修所、はい、で演劇を勉強しに来た、うん、ザ高円寺。あ、そうです、ザ高円寺ですね。あ、やってますよね、はい、なんかたまたまみんな年齢は同じ、うん、あ、そうなんですか。女性3人は僕のそこの同期で、はいはいはい、で彼だけ彼だけ違うんですけど僕だけ彼と高校時代からの付き合いで、あ友達、友達、要するにもともと友達、まあ、まあそうですね。でも元は実は一個上の部活の先輩なんです。あ、そうだったんですよ。先輩感もないですね、先輩感ね、先輩感ないですね。先輩感もうちょっともうかれこれ10年ぐらいつけてるんで、もうその辺もなんかあれですね、よくわからない感じになってます。10年の間で追いつかれたそうですね、学年が元々まあそうですね、なんかあったのかなかったのかよくわからない役者なんですよね。あ、はい、一応普段は役者で、皆さんも役者、ね、そうです、はいはい、この3人が俳優で、はい、私はその制作をしていて。あ、そうなんですね、制作担当で担当で。え、出演はしないんですか。出演はしてないですね、今のところ。すごいね、でもあんまり聞いたことないですね、やっぱこういう活動、うん、ね、すごいよ、すごいですよ、ね、先輩何がおかしいんですかここ庭があるんですね、この本当だ。庭ありますね。そうですね、今ちょうど木の実がなって、あ、すみません、そっちがある、この木の実、あの本当だ、木の実がなっててニュースラウメが、ニュースラウメっていうらしいんですけど、はい、これでジャム作ったよね。あ、そうそうそう、はい、ちょ超楽しそうだね、はい、ジャムを作るってなんで、超楽しそうじゃんいいな、すごい、がっつり2階だ。今見せられる状態ではない部屋が2部屋と、そこの部屋は大丈夫ですか。ここ、あ、これ見ていいんですか。はい、お、二段ベッドっていうか、あ、二段ベッドの上だけで、これはずっと僕が寝てた二段ベッドなんですけど。あ、実際使ってたんですね。はい、使ってました。僕がこの家に持ち込んだやつで、ちょっと美術を作るものの名残みたいなのがここに、あと、まあ、僕の漫画とかこっちの、はいはいはい、はい、あと洗濯物はこのベランダでするので、ここに引っ掛けたりとかして、これ日常の洗濯を、ここ、そうですね、あ、家だな、うん、家ですね。移動する芝居をした時にお客さんも、はいはい、来ました、はい、ああやって見てたってことですか。ああいうさっきの見ていただいたこう見せられない部屋で、うん、オルガンの演奏を聴いて、でその後こっちのちょっと暗くして、この部屋で別のセリフを聞いてもらうってことです。同時に何人お客様入れられるんですか。その移動式の時は限定7名、1回限定7名して、うん、で普段は20人ぐらい大体ですけど、あの下、はい、下は、はいはい、入れますね。すごいね、ちょっとでも芝居やるっていうのがよくわかんねえな、やっぱ僕絶対のんびりしちゃうわスイッチがね、なかなか入れづらいかもしれないですね、うん、へー、でもやっぱ小山さん芝居役者だから、はい、芝居のスイッチはいつでも入るわけでしょ、サクッと、まあ、いつでも入りますあれちょっと先輩手合わせして手合わせ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 ってエチュード的なことを注文してるんですか。そうそうそう、どうですいいですか先輩。いいですけどめっちゃ不安です。いや大丈夫です、はい、本当やばかったらちょんぎっちゃう、はい、はい、ちょんぎっちゃう、はいはい、俺からお願いするかもしれないでしょ。こっちが正面、こっち正面。わかんないですけど、
ちつらで。あ、台所エチュード。台所でやる。台所エチュードです。なるほど。台所で。なんか設定とかあった方がいいの？じゃあ。先輩なんか設定あった方がいいですか？いやー、もう全然わからないんで。兄弟とかにするじゃあ兄弟。兄弟。二人兄弟。兄弟で。わかりました。普通の家なのに、ほっつきわらびっていうテレビ番組がもうちょっとで取材しに来てしまうらしい。なるほど。取材に来るらしいぞ。普通の家ですね。で、何をうちの家で紹介すればいいんだみたいな。っていう感じ。なるほど。いや、やばそうだな。いや、やばそうだな。大丈夫。でも、お客さん的にはこういうところで見るわけですもんね。そう、そうですね。はい、あの、この症状取っ払っちゃうんですけどね。じゃあ、始めますね。ます。兄貴、何のんびりしてんだよ、全然片付いてないじゃないか。お前が兄貴じゃねえ。お茶はいいんだよ、ちゃんと片付けない片付けないとね。何初耳みたいな顔してるんだよ。あと20分しかないんだからさ。ひげ、あ、そったな。大丈夫大丈夫、いつもの兄貴。よかった。どうしよう、何をしよう。その格好で大丈夫。俺ちょっと着替えてきた方がいいのかな。え、おかしい、おかしい、これ。でも、いつも通りな感じでいいと思う。そうだよね、いつも通りでいいんだよね。たぶん。どうしたんだ、兄貴。どうしよう。いつもの癖が出てるよ。あー、すみません。いけない、いけない。あ、ちょっと。あ、でも、兄貴、その服まずいんじゃない？まずいかな。このほら、ロゴとかなんか、うるさいって言うじゃん。あー、そうか。うん、それちょぎっちゃった方がいいよ。ちょぎちゃった方がいい。いつもかないかな。絶対ロゴ入ってんじゃん。だから、まあ、今日は、ちょっと、そうだ、予行練習、予行練習しとこ。じゃあ俺、レポーターやるから、兄貴座って、座ってて。今日はですね、家に住む普通の生活を覗きたいということで。あ、そうですか。はい。普通の生活。兄貴、ちょっと待って。来たんじゃない？あ、ほら、しちゃったよ、どうする。兄貴、出てよ、兄貴、出てよ。早く、早く。一緒に、こんにちは、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。今日は撮影で。あー、撮影ですか。もう撮影、カメラとか回ってるんですか。トン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 で、トントン前に、前に。はい、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。疲れ様です。すごい、なんか、いい、すごい。先輩、いや最高じゃないですか。先輩キャラ全開にギラギラで、出てましたね。どうした、抜けてないんですか。どうしたんですか。やべえですよ。やべえですよ。でも今ね、見てた側を体感できた、うん、ここで見て、こういう風に見える、ね、あ、玄関、誰か来たっつってそっち行って見て、あ、こういうことかっていうのが分かったね。ここの劇場の楽しみ方って、ね、なるほど、すごい、いいよ。このメンバーで一応、彼と、あと黒田と私で、鹿児島のリゾートホテルに行って公演を打つことになりまして。え、はい。コラボなんですか、ホテルさんと。そうですね、すごい、ホテルさんに呼んでいただいて、演劇込みの宿泊プランを用意してくださって、一、はいはい、泊二食演劇付きなので、はいはいはい、よろしかったら、はい、来月末、はい、私がですね、今度高田のパパのバーで一人語りを、はい、語る朗読、なんか朗読もあり、お芝居するところもあり、バーのマスターと一緒に考えたオリジナルカクテルとかおつまみも込みの、へー、飲みながら見れる。そうですね、飲みながら、ね、へー、おしゃれ。でも、まだ続ける予定なので。なるほど、はい、今後もやる、ボリューム1なので。なるほど、なるほど。こう、もしわらびでいいバーがあったらぜひ紹介してください。なるほどね、わらびで、これ見てね、うん、うちにも来てくれって、そうですよ、このエア見て、はい、ね、わらびのお店どっかやってくれって、うん、ぜひやらせていただきたいです。いいですね。なるほど、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先輩、ありがとうございました。あ、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごかったね。いや、完全に家でした ね、斬新だったね、ね、いろんなことが。同じ演劇のジャンルだけど全く触れてない感じのやり方をやってるっていうのが、ね、新しいですね。面白いですね、ぜひ、うん、ありがとうございました。今日はじゃあ行ってみましょう。え、もう一軒行きます。あ、そうなんですか。はい、
これで終わんないですよ。突然行ってみましょうって言うんですね。行きましょう行きましょう。行ってみましょう。はい。どうですか、豊さんは、はい、ステンドグラスってご存知ですか。光を入れて楽しむやつですよね。まさにそれですね、はいはいはい、どうやらこの近くにですね、ステンドアート工芸さんというところがあるらしくてですね、はい、ステンドグラスを扱ってるらしいと。なるほど、工芸ってこと、はい、作ってるってことですかね。僕も詳しいことは分かりません。それだから一緒に行ってみませんかっていうお誘いですね。ちょっと行ってみましょうよっていうね、はいはい、気になる場所があるんですね。そう、気になっちゃった。もうあれじゃないの。そうなんです、もうザッと書いてます。ここよく通るんですよ。でこの看板見て、あ、これ何だろうなって思って。あ、すごい、早速こんにちは。じゃあ失礼します。すいません、今なんかちょっと行かれちゃって。こんにちは。綺麗なマダムたちがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらこそ。店長さんじゃないけど、社長先生。あ、先生なんですね。先生でもない。先生、すみません、ちなみに お名前伺ってもよろしいですか。私、はい、船津雅子と申します。雅子さん、はい、ありがとうございます。雅子さんなんです。雅子先生、今日ちょっとよろしくお願いします。お願いします。今日は何やってらっしゃるんですか。この方で生徒さんなんですよ。はいはいはい、工房の、はい、教室ステンドグラスの教室。これ置いてあるの先生のやつですか、作品というか。そうです、これ全部ですね。これすごいっすね。僕ちょっとステンドグラス全く分かんないですけど、これどうやって作ってるんですか。これ見てください、案内してもらう。どうでも全部ガラスを切って、あ、今まさにこういう作業ですか、はい、あ、なるほど、一つ一つがパーツになってるんですね。そうなんです。うん、これは今何ですか、弁当食べてるんですか、これ。美味しいですよ、授業中に弁当食べて。隠れて早弁じゃないですか。こういう切ったの、今度これがね、型紙どっちなんですか。こういう、これ設計図みたいなことですね、はい、この型紙通りガラスをカットするんです。あ、この下を切っていくんですね。はいはい、これがガラスなんですね。上をね、こう切っていく。はいはいはい、こんな風に。あ、でこういう風になっていくと、はい、こんな風にですね、切ったものがそうなんですね。あ、でこれを、これをここで、あの型紙にぴったり合うように削ります。あ、これちょっと今粗く切ってあるやつを端っこを削ってる。今その作業やってらっしゃるんですね。そうですね、はいはい、結構やっぱ繊細な作業ですね。そうなんですよ、型通り削るっていうことですね。大変なんですよ。これ一番なんかやっぱりめんどくさいっちゃう、めんどくさいかな。なるほど、うん、で削って、削ったのは今度、あ、そっちに。あ、分担してるんですね。いや、そうです、ちょうど工程が今そうなってたんですね。で、このテープを巻きます、はい、巻いてこういうのでこうくっつけて。なるほどなるほど、ちょっと装飾というか。で、この上に一個ずつ切って、鉛がついて、こう黒くね、はい、まだ、ハンダはやってないハンダで全部つけてくる。ああ、なるほど。これでも大変だからこそちょっとやっぱ愛情出ますよね、作ったものに。なんか自分のだけのですしね、世界で使ったり。唯一ですもんね、オンリーワンな。うん、これどのぐらいのペースで集まってるというか、いらしてるんですか、生徒さんたちは。私だから月に4回、週に1回。あ、水曜日はこのメンバー。ああ、そうなんですね。で、火曜日は違う人たち。そうですね、うん、月曜から金曜日まで。でもじゃあそれだったらもう半年ぐらいかかりません？かかりますよね、大きいのね、作る。ここだけ抜きに簡単なの、ちょっとあのカエルさんみたいなのを作りますけど。なるほどなるほど、息抜きなんですね。気分転換。あまりに長い期間過ぎて。プレゼントするみたいな。ああ、いいですね。いいな。でもその半年間の、半年後とか1年後の出来上がりを楽しみにこうね、その期間過ごせるって、それをまた贅沢な時間じゃ贅沢ですよね。そういうのって。あの、何でも鑑定団の、はい、何でも鑑定団、今石坂浩二さんの、あの、うん、お宝サロン、はい、そのバッグに入ってますよ。番組セットに、はい、すごい。番組セットにですか、すごい。それはね、何でも鑑定団が始まる前に、あの、注文を受けてですね。あ、そうなんですね。先生たちが鑑定なさるお部屋のバッグに入れてたんですけど、はいはい、今はですね、あの、石坂浩二さんがお宝サロンというのに出てんですね、はいはい、そのバッグに入ってます。すごい。わらびとかだけじゃなく、もう全国的にいろんなところに先生の作品があるんですね。そうですね、遠いところではあの
岩手県の八幡平、はい、それとか箱根の箱根ゴーラのね、教材組合の保養所ですかね、 あっちこっち入れてんですよ。失敗したら本当往復ビンタです。ああ本当やってください。はい、これ今どうやるんですかこれ。はい、なんか液体が入ってる。そうですね。何が入ってるんですか。油が入ってるんですね。あ本当だ、滑らす。ダイヤモンドカッターなんで。なるほど、ダイヤモンドカッターだ。ほう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 。まずじゃあこう切ります。はいはいはい、端からですか。端からグーッと止めないです。まっすぐ筋を入れる感じで。こう、はい。え、これで切れたんですか今。あ、今でもちょっと線が入ってますね。線が入ってるんで。で、まっすぐなやつだとこれを持って。はいはい。これはまた違う道具で。この切れ目のところにこの白いところを当てて。ああ。こう当てて。壁につけるとくるくると。グッと。あ、おお。すげえ。あ、なんでですか。すげえ。なんで切れたんですかこれ。え、何これ、どうなってんの。あ、え、でちょっとデコボコになってるんですね。なるほど、力がここ真ん中だけにかかる。そうだ、こうグーってやるとパッて両方に行くってことですね。え、これをでもこのぐらいまでやるってことですか。そうですね、型紙に全部。あー、なるほど。で、細かいとこはもうこういうこのペンチじゃなくてこれで削ったり、そっちのペンチっていうかあれでパコって外してくありまして、それカーブですもんね。ね、こんなちっちゃいのはこれじゃなくて、はい、はい、そういうので、うおだ、この線、これで曲線やるのがちょっと難しいと思う。そうだね、うん、曲線はちょっとできないだろうな。あーすごい、ちゃんと外れですね。で、細かいところはこっち。すごい、へえ。ここ出さないようにやると簡単に。なるほど、こっちの工程が楽になるんですね。手かかるんですよ。すごく手かかるでしょ。そうです、そうですね。うん、そうですね。でもだから楽しいっていう気持ちもわかります、やっぱり、ね、はい。完成したら感動するだろうね。感動するよ、うん、全部一からだろうね。そんなのね、これご飯食べるのも忘れちゃうんじゃないですかこれ。ご飯ご飯で楽しい。それはそうです。ご飯で楽しい。ご飯で楽しい。皆さんで食べるんですかここで。すごい。なるほどな。で、時々先生お料理。そうなんです。またいいこと言ってくれた。ちょっとね、健康考えて。栄養バランスとか。玉ねぎね。玉ねぎ。そういうお酢を玉ねぎにつけて、なるほど、みんなで食べさせてくれる。いいな、なんかでもそれ ねアットホームな感じ、ね、アットホームだよ本当に、うん、でちゃんと作るものね、目指す目標も皆さんなって。そうね、でもあれなんですね、やっぱ男性禁止っていうのは、うんうん、女子会を兼ねてるっていう感じですね。秘密のね。そうね、秘密のやつがなんかあるんですよ、うん、ちょうどね、男子禁止なのに禁制なのに入れていただいて、今日ありがとうございました。いいえ、もう面白かったわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。お茶も出ないですよ。お茶出そうか、お茶を。いや、どうぞどうぞ、大丈夫です。コーヒーかお茶か。いや、大丈夫です。大丈夫です。本当にお茶。いや、あ、食べ物がある。食べ物がある。いいから、いいから。私があげるんだ。くれるんですか。やったぜ。いやいや、おかしいです。お茶がいい、コーヒーがいい。いや、本当に大丈夫ですよ。またゆっくりいらしてください。ありがとうございました。よろしくお願いします。ねえ、すげえ。はい、ね、ということで、ステンダーと工芸さんでしたね。すごい素敵でしたね、やっぱりね。ちょっと、いつの間にっていうか、なんかいっぱいお土産を持ってきな持ってきなと。いろんなお菓子をね。いや、もう散々お茶も飲んで、はい、お菓子も食べて、もう実は食べたんです、はい、食べてで持ってきな。でこれお土産あったかいですよ。アットホームです。素敵な、ね、ステンドを通すこう光のようにあったかい方々ですよね。あらうまいこと。まっすみません、さすがですね。いや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 、それではじゃあまた次回。はい、お楽しみに。お楽しみに。